前回り折りのやり方ですポイントを大事に練習してみてください指をすべて揃えて鉄棒に引っ掛けるような握り方だと鉄棒を離しやすいので親指と他の4本の指で鉄棒を挟みしっかり握ります左右の間隔は広げすぎず肩幅ほどにするのもポイントです 両手の力で体を持ち上げて支えるツバメの姿勢を練習します腕も体もまっすぐ伸ばしてください大切なのは手首曲がってしまう人も多いですが腕の先にちょうど鉄棒があるようにまっすぐしましょうまずツバメの姿勢をとります少し肘を曲げながら体を前に倒して回ります 1>, 1つ目のポイントは手首の動き頭が真下に来る手前あたりで手首を前に回すと手が開いて落ちることなく体が勝手に回ります2つ目のポイントは体を丸めることお腹や首をまっすぐにせずしっかり曲げましょう